政府が作成した弾道ミサイルへの対処法は穴だらけ。 え、おととい月曜日、文京区にあります東京ドームシティで弾道ミサイル発射に備えた避難訓練が行われました。まあ、国、東京都、文京区の主催で都心での訓練は初めてでした。はい。えー、佐藤さん、この訓練も含めてどういう印象をお持ちでしょう一言で言ってしまうと、はい、これは気休めの息を出るものではないだろうと。はい<ー>。あの、こういう訓練はですね、<え>まあ防災訓練もそうなんですけど、はい。あの、シビアな厳しい想定の下でやらなければ意味ありません。うん、はい。あの、甘い想定でやったって、うん、そしたらいざときは役に立たないわけです。はい。 実際、戦争中の、あの、防空演習、うん、あれずいぶんやりました。はい、あの、隣組かなんかでバケツリレーとかやってですね。はい、あの、もし空襲があったらこうやって火消すんだってやってましたが、はい、あれははっきり言って想定が甘すぎて、はい、実際に大規模な空襲が起きた時にはほとんど武力。はい。それどころか、あの、火消す前に逃げるなって言ったせいで、帰って犠牲者が増えるというですね、はい、あの最低、最悪の結果を招いたりしたわけです。はい で、今回のですね、このミサイル対処というのも、えー、どうも言ってはなんですが、それに近いと。はい、でですね、非常に気になるのは、あの、内閣官房のですね、公式サイトに、ここに国民保護ポータルサイトっていうのがあるんですね。はい、そこに去年4月から、うん 弾道ミサイル落下時の行動に関する Q&A というページがあります。これ何回かリニューアルされてます。なんですが、あの、要するに、あの、J アラートですね。あの、全国規模の情報網によって、はい、ミサイルがね、あの、やった、発射されました、飛んでくる可能性がありますっていう、という情報伝達があった時どうすべきかということをまとめてあることになってるんですが、はっきり言ってこれがとんでもない白物です。とんでもないんですかはい、これは全く非現実的なことしか書いてないと。例えばです。あの、ミサイルが近くで爆発した場合どうするか。はい。 というところですね。えー、あの、これ回答はこうなんです。弾、はい、頭の種類に応じて、被害の及ぶ範囲などが異なりますが、次のように行動をしてください。はい、で、えー、屋外にいる場合。はい 口と鼻をハンカチで覆いながら、現場からターチに離れ、密閉性の高い屋内の部屋、または風上に避難してください。はい、って言いますけどね、ええ、弾頭の種類に応じて書いてあることは示す通りですね、北朝鮮が撃ってくるかもしれないミサイルの弾頭には核弾頭も含まれるんですよ。はい、で、核弾頭が近くで爆発して、はい、で、口と鼻をハンカチで覆いながら現場から離れるとできるんですかって<ー>そんなことする前に影になって蒸発してるでしょうが、ね、はーはーそういう話ですね。はい、それから、屋内にいる場合は、何て書いてある 国内にいる場合は、はい、換気扇を止め、はい、窓を閉め目張、ええ、りをして室内を密閉してくださいもっともらしいんですが、ええ、はいまず目張りの材料はどっから出てくるはあ、はあ、それから、ええ、この密閉された部屋の中に何日いなければいけないか、はあ、自衛隊が救援に来るまで,で その間、水はどうするのか。食料どうするのか。それから案外これはあの盲点なんですが、トイレ。はい。こういう時にですね、水が、水道がちゃんと機能するって考えちゃいけないわけです。トイレどうするのか。あるいは、ガラスの破片とかですね。はい。あの、倒れてきた家具なんかで怪我をした場合の応急ね、手当はどうするのか。はい。で、冬のと、もし冬だったら、暖房はどうするのか。はい。こういうところを具体的に抑えておかなかったら、これだ書いてあった意味ないわけです。はい。ですからこれは、正直申し訳ないけど。 真面目に考えて書いたとは信じられない。ーーこれ、どうせミサイルが飛んできたら、国民なんか守れっこないんだから、えー、まあこの際適当なこと書いとこうかと。<ー>そのノリで書いてるとしか思えない文章なんですよ。えー、でもしこれがですね、真面目に書いてこれだったら、はい、申し訳ないけど、それは絶望的に無能だってことです。はーはーえー、今、佐藤さんのね、えー、水はどうすんだ、とトイレはどうすんだって、その地震に対する備えと全く一緒だなと思ってね。です,ですから、地震に防災としたってて、えー、この程度の書き方では不十分なんです。まして、ミサイルですよ、これは。そうですね。それでこんな 使い方で、これで大丈夫ですって嘘つけたもん、さきえば。はあはあ、いやー、だけど、あのー。 ミサイルですもんね、これね。よく考えてみればね。はい。ええ。あとはその、落下した可能性があるというところの表現。これもですね、実はあの、去年、最初に掲載が、最初にこのですね、Q&A が発表された時と、今とでは表現が変わってるんです。はい。しかもそれがね、なんと悪くなってる。ほう。つまり、去年の段階ではですね、ミサイルが着弾した時はどうすればいいですかって方です。ちゃんと着弾って書いてある。う今はどうなってるか。ミサイルが〇〇地方に落下した可能性があるとの情報伝達があった場合はどうすればいいでしょうかって。はい。 いつからこの国はですね、うん、あの、攻撃の意図を持ってミサイルを打ち込まれることを落下というようになったのか。日本語の使い方としておかしい。ええー。それから、うん、落下した可能性があるとは一体何だええー。あの、ミサイルが打ち込まれた後になっても打ち込まれたかどうかわかんないっていうのか。はい。しかもですよ、まる地方にと。ええー。どうもこの政府の Q&A によると、弾道ミサイルが自分の住んでいるところの近くに落下する危険はないらしいと。はい。で、これが日本全国に当てはまるんだったらそもそも警戒する必要ないじゃないですか。はあはあ、だからこの書き方そのものが、なんと。はい リニューアルによってかえって悪くなって、まかしになってると。い、本当にこれはですね、腹立たしい話なんです。ええ、着弾が落下した可能性があるというふうに変わってきてる。言ってしまえばソフトになったって感じですか。曖昧にしたってことどうも肝心な点を曖昧にしてると。ころが、一番肝心な点が一番曖昧なんです。つまりですね、あの、オリジナル版の、あの、最初に発表した時の Q&A でも一番ちょっと気になったのがですね、ミサイルは発射から何分ぐらいで日本に飛んでくるんでしょうかっていうのがあるわけですだけど、まだ、あの、しかもこれぐらい、答え が極めて極めて短時間で日本に飛来することが予想されます、はい、と言いつつ<え>弾道ミサイルの種類や発射の方法発射場所などにより日本に飛来するまでの時間は異なりますと書いてあるあ<ー>具体的に何分なのか全く書いてない、えー、しかもですねこれ J アラートがで情報伝達があった時にどうすべきかって Q&A です、えー、発射から何分ぐらいでって質問を立て方それ自体はおかしい、えーはい J アラートの伝達があってから何分ぐらいっていうわけ、意味ないんです。はい、そうじゃないとわかりませんよね。ですね。ですからこれ全くこの質問意味がない。はい。ですね。はい、で、何分ぐらい避難の時間があるのか分かんなかったらですどこに逃げるものもないわけです。はい。ところが、ええ、リニューアル版では、はい、そもそもこの質問がなくなっている。なくなったなくなってるんです。<ー>あのですね、ミサイルが飛んできたらどうすればいいかとあれこれ書いてあるんですが、はい、一番肝心な、ええ、 避難対処する時間は何分ぐらいあるでしょう。ここのところが見事に放火無理。これでですね、国民を守る万全の体制なんてもでてるわけないんさけきえば。はい。一番重要な点に限って書いてないじゃないか。ええ。それなんでその感じなところに触れないんですかね。これ申し訳ないですがね、そこに触れちゃったら、要するに書いてあることが実は非常に非現実的で、要するにお花畑的なナンセンスであっ映えてしまうからじゃないでしょうか。要するにあの、J アラートがどれくらい迅速に出るかによりますが、最悪の場合、弾し た後に j アラートが出るって危険性ってあるわけですそうですねでそれでもそんなこと言っちゃったら、ええ、じゃあそのどうすればいいかってそもそも言うことないじゃないかって話になっちゃうでしょう、ええ、ですから万全の体制で対策打ってますっていう印象を作り上げるには、はい、ここのところを曖昧にするしかないんですねでもこれはちょっと私の感じする限りですね、ええ、国防とか安全保障の域を超えた道義的なスキャンダルです<う>つまり、ええ、あのこのちゃんと読んだらこれは正直政府はいざっていう時に国民を守る意思も能力もないと認めてるとしか ないところが、守ることはできると、そういうふりだけしたがって。はい。そういうことでいいのか。守れないんだったら、守れないと認めなきゃいけないんじゃないかと。そこら辺ですね、こう国防に関して、ごまかしをやってはいけないと思います。ええ。あ、なので、まあ、穴だらけと言われれば。穴だらけですよね。こういうね、気休めみたいな音と書いて、ちゃんと点打ってますよってふりしちゃいけないと思うんですね。まあ、これね、起きてるしかないですよ。はい。もし、でも不幸にして、これ起きたとしたら、想定外だったって言うんですかね。うん、起きて、もう起きたとか、しょうがないんじゃ、しょうがないじゃないですかって、まあ、開き直るんでしょうね。ええ。だけど、それじゃ、結局、人々。 命は救えませんよとてことですこれは今真剣に考えていただきたいですね,うですねもうちょっとなんとかできないもんですかねあのその時代はできるはずなんですけどね、えー、そういうとこ見ないように長年やってきたんでどうしてもこういういい加減なことになってしまうんだと思います、はい、今朝のコメンテーターは佐藤健二さんでした 今朝のコメンテーターは、評論家で作家の佐藤健二さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。はい、昨日午前、群馬県草津白根山の元白根山噴火しました。え噴石などで、ふもとにあります草津国際スキー場で訓練中だった49歳の自衛隊員が、えー、死亡して、そしてスキー客ら11人が重軽傷を負っています。はい、気象庁としてはですね、火山活動の高まりを示す事前の現象もなく、まさに寝耳の水の災害だとしてるんですね。あの草津 白根山さん自体は、この火山防災対策というのは、かなり強化されている場所として知られていました。まあ、これはあの、平成26年、4年前の御嶽山の災害、あの噴火災害を受けてですね、はい、強化されていたということなんですけれども、あの、じゃあ具体的にはどういうふうにされていたか、あの、群馬県とか草津町など、この、ハザードマップをですね、被害想定図、これを取り入れて、各所に、その、避難施設を設置したりだとか、あとはロープウェイ、草津町では、乗り場にですね、 観光客や登山客の目に止まりやすい場所にそのパンフレットを置いていたとで、この関係団体と訓練も重ねてきたということなんですねただ今回その鏡池というところが噴火したんですが、えー、この重点ポイントとしてですね白根さんの湯釜加工というのをこの対策のポイントとして置いていたためにえ今回噴火した鏡池に関してはですね地震計もありませんでしたしえー、このカメラもですね設置してなかったということなんですね、はい、まあ言えば霧 ですねえー、ただ、まあ、今後、いろいろ心配な部分は増えますね,、はいまあ、ね、お医者様でも草津の湯でも火山の噴火は防げないと、そういう感じですが、あ大雪が降ったと思ったらもうこれですから、やっぱり日本というのは自然災害の多い国なんですね。えー、災害というのは本当に起きるときは突然起きます。えー、それからまさかここは大丈夫だろうと思っているところだと、起きるときは起きます。はい、その点でやはり日頃の備えが万全でないと、えー、いざというとき大変だということを改めて認識させられると思います。 例えばね、火山だ。はい、まあ、温泉というのはだって行ってしまえばですね、そのマグマの。ま、近くに火山があるからるということですですから、まあ、それなりのその自覚を持って行った方がいいということ。そうですね。なわけなんですね。まあ、やっぱりいざという時にどれだけこうの対策がすぐ打てるか、はい、やっぱりこれは日頃の準備が重要だと思います。はい、はい。さあ、その他は安倍総理です。2月9日に開幕する平昌オリンピックの開会式に出席する意向を固めています。えー、韓国訪問中にムンジェイン大統領と会談する方向で調整している。<laughs> とも伝えられます、はい、えー、慰安婦問題の日、韓合意をめぐる韓国側の対応に国内では反発が強くありますが、はい、北朝鮮の核ミサイル問題を踏まえ、日韓両国の連携維持を重視したということなんですね。はい、まあ冷え込んでいると言われている日韓関係ですが、どうでしょう？あの今回、改めて進展というものまでは望まない方がいいです、ね、進展は多分ないと思います。えー、ただですね。これ行くことに決まったとあのこれまでずっと渋っていて、ここで行くことが決まったということは、はいえー、あの特にですね。ここで揉めるような話は出ない。出さないはい はい。えー、ということで、あの、裏方で話がついてるんだと思います。はい、えー。ですから、まあ、これはあの、オリンピックというお祭りにですね、はい、顔を出すという、これジェスチャーですから、えー、あの、ジェスチャーであると割り切ってる限りにおいて、特に問題はないんじゃないでしょうか。